吉田さん、天皇陛下の血筋に生まれて多分不自由なのはなんか R34 とかね、すぐ手に入るけど運転はさせてもらえないですよね、きっとね。自分でこうやって運転するとかできないと思いますし、ヤフオクに出品もできないと思いますし、なんかね、中古のカメラを買うとか無理でしょうね。それから私はこの炭酸水をスーパーに行って買ってきて飲んでるんですけども、こういうのも多分ダメでしょうね。スーパーに行く自由はないですよね、きっとね。映画に行ってみたりとか、そのピンサロ行ってみたりとか、まあそういうエッチなことばっかりじゃなくてもね、なんていうんですかね、私が思うのに、最初からそういうふうな血筋を与えられていると、その振れ幅はちっちゃいのかなと。だから転落する危険はあまりないけども、でも今の暮らしから大きくいろんな方向に展開するってことはないのかなと思います。で、私たち平民は転落する可能性もあるんですけども、何をするのも基本的に誰も止めてくれないし自由だと。不幸になる自由もあれば幸せになる自由もあって、360度どこに向かおうとどうぞって感じなんでしょうね、きっとね。まあ天皇陛下じゃなくても、まあ一定のね、家柄に生まれると不自由なところっていうのは、なんか身分とともに抱き合わせてくるんじゃないかなと思います。まあでもね、吉田さんも感じるところがあったかもしれませんけども、なんかその芸能活動してる人がね、自分個人で YouTube をやるとかってなんか結構難しかったりするんじゃないかなと思うんですよ。要するに事務所のある意味所有物なんですよね、タレントさんってのは。で、事務所が作り上げた演出とか先入観をそのタレントさんに吹き込んでるわけなのに、そのタレントさんが誰の許可もなく勝手に自分の個人としてのプライベートを出してしまうと、大きくイメージが変わったり崩れたりとかして、もしかしたら個人発信の方がウケるようになったら、事務所はね、タレントさんの上回り跳ねてるのにやってられなくなっちゃうわけですよね。ある意味そのギブアンドテイクを保つ意味でも、個人発信を制限するなり、個人発信としている定位で事務所の台本みたいなことになってくるのは仕方がないかなと思うんですよ。でも今事務所にどう言われても、もう個人の発信を選ぶ人も出てきたりとかね、だからなんかね、その事務所にネームバリューを高めてもらって、そのまんまポンと YouTuber 活動行くっていうのはある意味不義理でもあるし、ファンの方は嬉しいと思いますけども、事務所にしてみたらね、金の卵を育てた瞬間にその個人の権利に委ねてしまうと、まあ美味しくないよねって話ですよね。売れっ子ほど個人でやられちゃうと、売れない子だけが事務所に残るみたいなことになっちゃいますからね。これだから会社の組織と一緒ですよね、ある意味ね。会社組織の中にいて優秀な人は今個人でどんどん会社を出た方が絶対有利だから、会社の中には身分保証してもらわないと自分の給料すら稼げないような人が会社の中にいて、でそういう人は転職先がないからもうその会社にへばりついちゃうと。したら会社のパフォーマンス落ちて会社潰れるみたいなことで、会社がどんどん潰れるみたいな、ね、流れも経営者目線から見るとあるのかなと思いますしね。いやー本当すごいなと思いますよ。まあいろいろですね。まあ私は自由があればもうそれだけでいいかなと思ってますんで、自由を手に入れるために抱えすぎないことっていうんですかね、それは見栄やプライドよりも私は自由の方が大事なんで、その部分では見栄っ張りとか負けず嫌いはそういう時に自由がなくなるほどにはやらないかな、そこで手放すことができるかなってことですよね。だからもうゆるく行こうゆるくって感じですよね。もういいじゃないかそれでみたいな、ゆるく行こうゆるくしまっていこうぜとかなんないわけですよね。いってらっしゃい。